今日バレンタインデーなんですよね。一応チョコをいろいろともらったんで、ちょっと食べてみようかなと思うんですけどね。いろいろ書いてあるのかな、チョコの説明が。まずはね、これですか。これですね。これですね。ラッカっていうかね。板チョコですね、ラッカ。まず、それ2種類。こっちが、メイプル。メイプル&ニブスって書いてあるのかな。で、こっちが、ピンクシーソルトですね。ちょっとこれいってみますよ。やっぱあんまり甘くないんですかね。ちょっとじゃあ、この板チョコちょっといってみます。なるほど、ナッツが入ってるのかな、これは。これちょっといってみます。板チョコでね。メイプル&ニブスです。いってみます。この 75% カカオなんで、全然甘くない。でも、美味しい。いや、このピンクシーソルト。だから、まあ、ピンクのあれですよね。塩ってことですよね。いってみます。しょっぱい。食べるとチョコですけど、一番最初に入ってくるのがしょっぱいです。一口目がしょっぱいんですよ。うまい。最近ほら、なんか自分チョコなんてね、流行ってたりしますけどね。ここ最近はね。デルレイってやつですかね。このデルレイっていうチョコですね。デルレイセレクションチョコですか。これいってみます。これはこう、美しい感じですよ。こういう風に。どれいってみようかな。じゃあこの端っこのこれいってみます。これなんとかよくわかんないんですけど、レッドダイヤモンドダークってやつかな、これは。いってみますよ。中になんかキャラメル入ってますね。おいしい。レオニダスっていうんですか、レオニダスっていうの、レオニダスだな。レオニダスっていうところのチョコです、これは。これいってみます。どこのチョコなんだこれ。ベルギーですね。これはこんな感じで、これも美しいですね。これもいろんなのがある、あってよくわかんないけど、こんな感じでね。じゃあ、これいってみますよ。これマロンってやついってみますよ。マロンだから栗でしょうね。笑えるほど栗です。じゃあいいや、もう一個いってみよう。デュエットホワイトってホワイトチョコっぽいのいってみますよ。もう完全大人のチョコですね。美味しい。まあそんな感じで、あんまりチョコばっかり食ってると持たれるんで、こんな感じでゆっくり食べてみますよ。佐藤健くんがまた、あれですね、ハーゲンダッツの新 CM なんですね。佐藤健が出演するハーゲンダッツクリスピーサンドの新テレビ CM、 朝からサクッとしませんか編が、明日からですか、2月15日より放送開始。テレビでの放送に先駆けて、今日から2月14日からハーゲンダッツ公式サイトという YouTube チャンネルで公開されているってことですね。メガネかけてですね、これはね。新 CM 今からサクッとしませんか編では、時間も忘れてしまうほど部屋で夢中になって仕事をしている佐藤健、気分転換に片手でサクサクとクリスピーサンドを美味しそうに頬張り一息つくと。テレビ CM の中にクリスピーサンドでサクッとしませんかと佐藤健が語りかけるようなシーンがあり、一口二口とクリスピーサンドを食べる姿に注目だと。ついつい頬張りすぎてしまう人にほっと一息を届け、気持ちを前向きにするアイテムとしてクリスピーサンドの魅力を表現した。まあ、ちょっとこれは興味ありますね。食べようかな。ナレーションは、今日もついつい頑張りすぎてしまうあなたに、今からサクッとしませんか。ストロベリーチーズケーキ新登場、クリスピーサンドストロベリー新えチーズケーキ新登場ハーゲンダッツ。なんかね、ストロベリーチーズケーキっていうところがうまそうです。単純に今日もついついこれか、頑張りすぎてしまうあなた、これですね。今からサクッとしませんか。クリスピーサンドストロベリーチーズケーキ、あ、ダメダメ。なんかこうね、やっぱ CM をこうね見るとね、CM っていうか動画を見ると、昨日のね、たけるくんのね、中国のね、ビリビリでしたっけ、それを思い出しちゃいますけど、そこでビリビリで昨日餃子作ってたじゃないですか。昨日っていうか、
たけるくんがビリビリで、水餃子。で、僕はこれはね、匂わせだなってちょっと思ったのが、昨日の行列ですよ。行列を見てて、モネちゃんがゲストでして、そのモネちゃんが気になってるものがあるんですよねって話になって、何ですかって話になって、香川のクロワッサン餃子って言ってたんですよね。ちょうどたけるくんがね、ビリビリで餃子を作ってるのと、モネちゃんが気になってるものが、クロワッサン餃子、餃子同士で被ってるんですよ。これがシンクロなのか、匂わせなのかっていうところかなって僕は思ったんですよね。で、モネちゃん曰く、餃子大好きなんですって言ったんですよ。もう完全にこれはね、匂わせかな。ちょっとね、たけるくんが作った手料理の餃子を食べたいのかなっていうね。東野さんはそれで、最近ネットですねって感じで疲れてませんかみたいな感じで元気出してって言われてましたけど、まあ餃子で元気を出したいなっていうことを匂わせてんのかなと。餃子大好きなモネちゃんで、大好きな餃子で元気を出すのであれば、香川のクロワッサン餃子とは言ってますけど、本当はやっぱりね、手作り餃子がいいんじゃないかなと。モネちゃんもね、餃子はね、自分で作るって言ってますもんね。いろいろ読んだ時にね、言ってましたけど、モネちゃんは。餃子が急に食べたくなったと。餃子買うのかなと思ったら、普通にスーパー行って、食材買って包んでちゃんと焼いて食べた、作ったって言ってるぐらい、やっぱ手作り餃子が好きなんだと思うんですよ、モネちゃんは。香川のクロワッサン餃子っていうのも、モネちゃんにどんな餃子ですかって言ったら、いや、ちょっとわかんないんですけどっていうのって多分言われたんだと思うんですね。でも、なんか美味しいっていうので、みたいな感じだったんですけど、実際にはね、やっぱ手作りのね、しかも、佐藤健くんの作った、ね、慣れない手つきで作ったね、水餃子が、モネちゃんは食べたいのかなと。それで疲れを飛ばして、元気を出して、餃子大好きですっていう言葉をね、佐藤健くんにね、兄に届けたのかなと勝手に妄想してしまいました。まあ、そんな感じです。